はい、どうもミスタローです。今回なんですけど、まあ、タイトルにもある通りベイブレードをやってみたいなと思いました。で、私ベイブレードは触れたことがないんですよね。多分ね、コロコロでちょっと見てたんだけど、その時ぐらいにコロコロちょうど始まったぐらいで多分買わなくなっちゃったんじゃないかな。若干外してるはずなんですよ。あのビーダマンとかハイパーヨーヨーとかはの世代かな。ちょうどベイブレード始まるぐらいにはもうコロコロを卒業してしまった感じです。で、最近ちょっと動画見て、あ、俺もやりたいなと思って、まあ、ベイブレードだったら一人でもできるなと思って、で、初め何買っていいか全く分かんなかったんで、とりあえずあのガチャガチャ、あ、これ違うな、違うものが出てきました。ガチャガチャであるのを見つけて、まあ、その時買えばよかったんですけど、買うのを忘れて注文してきました。待って、これがやたらとこれがいっぱいあるな。これガチャガチャなんだっけ、なんて言うんですかね、こういうの忘れちゃった。シールは貼ってあります。ただね、これを見てもどれがどれなのかが全く分かんないんですよね。なのでとりあえずまずこれで遊んでいきたいなと思います。で、フィールドがないです。ちょっと若干見えてると思うんですけど、お玉じゃないな、お皿フィールド、これでやってみましょう。もちろん試し打ちはしておりません。とりあえず2個、なんていうんですか、乱射っていうんですか、これ発射を2つこれ用意すれば同時にいけるんじゃない。そう、ただこれ左回転のやつもあるらしいんだけど、ドイツが左回転なのかが全くわからん。じゃあやっていきましょう。あんのかな、嘘でしょ、待って跳ねたんだけど、難しい、回んねえ、せめてちゃんと回したい。どうや、なんか迫力に欠けるな。この子すげえ回るね。これすげえ回った。なんだっけ、微妙にさ、やっぱりちょっとずつあれが違うんだよね、ものがね。待って。おお。おお、すごい。回る。え、なんでこの子は跳ねたん？場所が悪かったか、たまたまなのか。なんかこの子あれがいまいちだな。すげえ、こいつ回ってるぜ、すげえ。昔ドームはね持ってたはずなんですよ、対戦フィールドっていうんですか。なんかちゃんとあれだな、引っかかってる子と引っかかってない子がいいんだな。もしかしたら左回転の子なのかな。これはちゃんと引っかかってるから、ほら、これちゃんとすげえ綺麗に回るんだ。ちょっと待って、なぜかそう、対戦フィールドだけは持ってて、島村のね変な駒を使って、うわすげえ飛んだ。島村のね、なんかあのね、ボタンがついててピッて押すとね、ボトンって落ちてね、なんか光る駒かなんかを使って遊んでたはずなんですよ。その駒欲しいんだけど、ないかな。今多分島村だったはずなんだよ、あれで。今いい感じに回った子が2ついたのでやりましょう。すげえ飛んでったね。あんまり時間かけてもしょうがない。この子がすごい。うおう、すんげえ、待って、一発もうちょっと広いのにした方がよかった。すごいよね、回転の仕方全然違うもんね。焦ってるとね、ちゃんと引っかかんない。楽しいな、これ。
これあれだね、一回止めてもう一回やり直すか。でちょっとぶつかるのが早すぎるのと、そこがそこっていうか周りがここの溝が浅すぎるね。うおー、すげえ飛ぶ。ちょっとこれ周りあれだな、どうすか、もっと深いやつ買ってこないとダメだな。おお、すごい安定した。待って、多分まだね回してない子いると思うんだ。おお、はじけ飛んだ。楽しい。え、ちゃんと回ってない子は左回転かもしれないな。この子とどの子だった？ここら辺の子だったよね。左左、すげえ回ってるもんね。左回転だとこうか。あ、回った回った、左っぽいこの子。おお、あ、なるほどね。これさ、もう柄を見て分かればいいんだけど、この子左回転か。知識がないからね。君はこの子すげえ回るんだ。じゃあもう一回この最後、じゃあ左回転の子で戦わせようぜ。髪めっちゃ晴れたけどな。引っかかりがここか。いけ、お、いいね、いいね、戦いだ、戦い、いいな、いい戦いになってる。いけいけ、なんか直撃して弾き返す。おお、この子強いね。見えるかな。あともう一個左回転の子いなかった。左回転、右回転同士だとさ、ぶつかっちゃってさ、すごい勢いで弾け飛んだよね。左回転してんのかな。打てるね。おお、なんで同じ回転同士をぶつけちゃうとすごい勢いで弾かれちゃってるから、やっぱり回転逆の方がいいかもね。あとそれを楽しむんだったらもっと深いやつ買ってきて、一発でコースアウトしないような。すげえ暴れたな。すげえ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 。おお、すんげえ面白い。あ、止まった。すんげえ楽しいぞこれ。これちょっと楽しいな。ごめん、ラストラスト、もう一回、もうちょっとやらせて。もうちょっと久しぶりに舞い上がってる。打つ順番変える。あ、外れてる。どうだ、静かな同士、いけ。おー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 、すげえ安定した安定した。いやー、あー、これは持久戦っぽいっすね。ぶつかって弾け飛ばなかったと。どっち先に打った方が負けた。これこの子強いね。ってな感じでした。おっさんが一人ではしゃぐ動画でした。これ楽しかった。これすげえ楽しいわ。ちょっと暇の時これ遊んでようかな。以上でした。お疲れ様です。バイバイ。